未来サポート、夏春とプレゼンツ。こんなチャレンジ。人生は夢だらけ。<noise> さあ、時刻は14時半を回りました。皆様、こんにちは。えー、この番組、MC はラジオパーソナリティの奈緒さんがお届けしております。この番組は、ギノワンヒルズ、FM ギノワン、海の見える素敵なスタジオからではてで、ね、サザンホールスターズの生まれた 神奈川県茅ヶ崎市からお届けしております 15, 日ま15時までの放送となっております皆様よろしくお付き合いくださいませさあ今日はですね、えー、と残念ながら生放送ではないので休日はちょっとお休みということになりますけれども、えー、今日もですね素敵なゲストをお呼びしております、えー、この番組はですね、えー、大人になってからもやりたいことに、えー、邁進している 素敵な大人を紹介すするといいう、ね、番組でございます私自身もまだまだやりたいことがたくさんあるんですけれども、えその私がですねえ、かっこいい大人の皆さんを紹介するというね、そんな番組になっております。この番組ですねえ、メッセージ募集しております。メールアドレスは 797-fmguinoguan.com。f m g u i n o g u のホームページや YouTube。<laughs> そして、えー、ネタ愛しもしておりますので、ぜひチャ、チャンネル登録お願いいたします。アプリはリスラジかマイチューンレーディオからも OK でございます、えー。そしてですね、ちょっとこちらで今日、先週の、ねえー、告知のことで少し補足がありますのでお伝えしたいと思います。えー、先週初のゲストで、ミ、え、ラ、ー、イノベーションの小川拓馬さんに、えー、お越しいただきました、えー。そして4月20日土曜日の13日からね、沖縄で、えー、沖縄の小室町で、 えー、大人の義務教育、学校では教えてくれないお金の話というね、えー、お金の基礎知識のセミナーをするということで、お問い合わせ先どこにしたらいいかなということで、しっかりとお伝えできてなかったのでね、ここで一旦お,お,お届けしたいのはですね、えー、FM 技能ンの方にお電話くださればですね、えー、そちらの方から詳細、お伝えさせていただくということになってますので、よろしくお願いいたします。FM 技能ンの電話番号は098-948 00940989430094 00となっています。はい、よろしくお願いいたします。さあ、それではね。早速ゲストトークいきたいと思います。はい、ここからはですね。大人チャレンジをしている素敵な方を紹介するゲストコーナーですえ、本日のゲストお二人。 いますね。なんだか素敵な、あのピンク色とそして黒のね、怪しい二人なんですけれども <laughs>、えー。一般社団法人インクルーシブワールド。インクルーシブワールド協会の代表理事の塩田由紀子さんと。そして理事の、もこ木ぎゆうすけさんのお二人です。どうも、こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。<laughs> 今、真希子って言いました。<laughs> あれ、違いました。 マキコでいいですよ、マキコで。ゆき子さんって言っちゃった。ごめんなさい。はい。ゆき子さんです。マキちゃん、よろしくお願いします。<laughs> まあね、私 <laughs> は実際にねあの、リアルでこの前お会いしたんですけれども、はい、とても愉快なお二人なんですけれども、<laughs> この愉快なお二人がやっている活動というのが、まあ、とても素敵な活動でございまして、えー、では、ちょっとね、あの、 ご自己紹介かな映がにですねどんな活動をしているのかをね、えー、ご紹介いただきたいと思いますどうぞはいじゃあえっと喋り担当のユウスケの方から説明したいと思いますはいえっと一般社団法人インクルーシブワード協会なんですけれどもまあ、2022年の4月に えー、設立した教会になってますで、まあ、どんな活動をしているかというところなんですけれども、インクルーシブという言葉ですね、あのご存知の方とまだご存知じ,じゃない方いらっしゃるとは思うんですが、そのインクルーシブ、まあえー、障害があってもなくても、まあ、わけ隔てなくみんな仲良くというような、えー、意味で使われるんですが、えー、そういった世界を広げようということで、えー、活動しています。で、きっかけなんですけれども、まあ、隣にいるマ、まあ、キコ。 笑顔担当マ、はい、はい。の、まあえー、最初で,ですねきっかけとしてはその身内にちょっと重度の障害を持った子が生まれたっていうのがあるんですねで、まあ、いつまで生きられるか分からないっていうふうに言われている中で、えー、それでも、まあ、親子で思い出作りとかしたいよねとただ行ける場所がないよねっていう時に、まあ、インクルーシブ公園というパークの公園ですね、まあ、障害があってもある子でも遊べるような もちろん元気な子も遊べる、例えば車椅子で乗れるシーソーがあるとか、えー、ブランコが体が不自由な子でも乗れるブランコがあるとか、まあ、そういったあの公演のことをインクルーシブ公演って言うんですけども、まあ、その公演が日本にはまだまだ少ないっていうことを知って、じゃあその公演がもっとね、増えていっぱい日本にできるようにっていうことで、えー、最初活動をスタートしました。でまああのー、公演自体はね 自治体さんが作って少しずつ増えてきてはいるんですけれども、まだまだその人々の意識の中にそのインクルーシブな視点というのが足りてないよねと、実際、その障害を持った、えー、人が来たときにどうしたらいいとか、どういうふうに対応するんだとか、そういったところがまだまだ伝わってないなというのがあるので、まあ、あのイベントをしながら、はい、そういったことを伝えるというような活動をしております。はい、ありがとうございいますす今どちららっしゃるんですか、はい 今ですか。うん、はい、今はですね、福岡県の、ね、えー、久留米市というところに来ております。はい。はい、お住まいは神奈川ですよね。はい、えっ、ー、と、奈央さんの隣の富士山におります。はい。ですよね。えー、なんか、ね、イベントをいろんなところに、えー、参加されているということだったんですけれども。はい、えー、今回はどんな感じで、車入りしてるんですか。 あ今回はですね、えっと、10月にですね、えー、と今度、ふ、ま、だ、あの親子のイベントをやることが多いんですね、あの親子のファッションショーであるとか、あと家族の形展という写真展、あとは藤沢の,の方でもやってる、まあ、いろんな人がこう出展するマルシェなんとかも開催してるんですけれども、久留米の方では今回、ペットですね、ワンちゃんを交えた、えー、マルシェをちょっと開催しようということで。 そのまあドッグランのある公園の方に今ちょっと来てですね、事務所の方とお話ししたり、あのワンちゃんの雑誌の担当の方とお話ししたりということで、ちょっと打ち合わせをしてた感じです。なるほど、はい、ねえいろんなあの輪が広がっていってるような感じですけれども、さっきね、ちょっとあのお話にあった、えー、この公園、インクルーシブ公園、障害のある方が乗れるようなブランコって、なんかこう、あの座面が広くなっていたり。 うんうんそういう感じでですかね。そう,バケ,、ね、そうバケット型でこうまあ、うん、シートベルトというかなんていうかガチャンとこうね体を安定させるやつとか、あとはザルみたいな形してて寝かせてこうブランコに乗せることができるっていうのはそんな理由ですね。うん、あとはねあの車椅子ごとその乗れるブランコもあります。それもすごいですね。すごいですね。すねうんなんかいろんな工夫がねあってね。うん。 そううなんです、うん、そうですす実際に乗られているお子さんとかその障害をお持ちのお子さんとか、うんえー、やっぱりこう楽しそうにしてるのが伝わってきたりはいこれがちょっとね、うん、あのすごい話があるんで、うん、マキコの方からここは喋りたいと思うんですけど<笑>,、はい、笑顔ちゃんとマキコが喋りますがあのうちのめい子の子供時トキなんですけどそ睡水のう症なので感情がなかったりとか。 あの、なんだろうね体も,体も動かないっていうな言うんですけれどもそのブランコに乗せたんですよねそうするとなんか笑うようになったんですよ。そうそうでそ、うん脳がないのに笑いよる」って言ってね,、うん、ねなんか不思議な現象が起きてでまあなんか理学療法士さんに聞くと。 なんていうの？<laughs> まああのその反応としては脊髄での反射もあるけれどももうそのやっぱ脳もねこうなんだろうなその動きをこう保管し合おうとするのでほとんどねほとんど全く脳がないとていうか、まあ、ほとんどないような状態ではあるんですけれども多分別の部分でその。 感じるようなところが少し出てきたのかなっていうようなことをちょっとこう推測できて、うん、まあ本当感情も何もない子が笑うようになってそれをきっかけに高い高いしても笑うようになったりとかすごく表情が出てきて、はい、ちょっと奇跡を見てるような感じで,すでまたあのなんかあの別の子なんですけど最初怖がってた子が一回ブランコに乗ったらもう降りたくないっていうぐらい楽しい。 いいですね。そうねはい、少しずつでも感情をねあの感情的なことがこう表面に出せるのって本当に素敵なことだなって思いますけれどもね、うん、まだまだでも、うん、公園もねこの活動も広げたいというふうな思いがありまたねあのこの移動してねいろんなところに活動するのもまあ、ね、金銭面とかでも結構容易ではないんじゃないかと いかかがです今あの、応援してくれる方々の、まあ、いわゆるご寄付を頂戴して活動費に充てたり、うんまあ、あとはイベントごとにはその協賛を募集してです、ねうん、企業さんから、まあ、そのあの応援していただいたりということもあるんですけども、えっとまあ、今年度からちょっと力を入れたいことが、まあ、2つありまして1つは、まあ、企業さん、学校その他自治体等における講演であるとか あの喋る方の講演ですね。うんはい、であるとか、あとはそのインクルーシブについて学ぶということで、セミナーの開催っていうことを、えー、やっていこうということで、今、えー、準備をしているところです。で、はいはい、もう一つが、まあ、私たちあの、まあね、ラジオだと見えないんですけど、今、今日ピンクのね、はい、T シャツをってさっき、奈緒さん言っていただきまして、二、はい、<laughs> 人でピンク着てると、大体ペーパーって言われちゃうんですけど、実はこの色にね、それぞれ意味が。 あるありますで、これオリジナルの T シャツなんですけど、イーワ T シャツって言って、えっと、皆さんね、ご存知ですかね、例えば、えっと、分かりやすいのだと、ピンクリボン運動っていうのが乳がんの啓発だったりするんですけども、はい、僕たちは、まあ、それを子供とかその障害っていうものに関わるカラーで、発色全部あります。例えば、オレンジリボン運動は子どもの虐待防止。 で、今日着てるピンクだと、ピンクシャツデーっていうのがカナダから始まった運動があって、まあ、いじめ反対の日っていうので、ピンクシャツデーっていうのがあったり、あとは紫だと転換の啓発とか、えー、ブルーはまあ自閉症とか発達障害の啓発、啓蒙カラーということで、そういうまあいろんな色があるんですね。で、その色に応じた T シャツを作っていまして、えー、その T シャツのデザインは子供とか障害を持った子が絵を描いてくれたのをこうデザインとしているっていうような コンセプトの T シャツですで、えっと。この T シャツが1枚売れるとデザインをした子どもに、まあ、100円、まあ、行きましてあとはそ,のそれぞれのカラー運動にも100円寄付をっていうのとあとはその子がいる施設であるとかその子が応援したい運動とか団体ってとこにも100円寄付っていうような形で、まあ、真の三をよしじゃないんですけどそういったコンセプトの T シャツっていうのを販売しているのでこちらを今年から大々的にちょっと。 打っていいきたいなとでそれをどんどんイベントとかの活動費に当てていこうというふうに考えています。いや、素敵ですね。まあ、そんな2人、ね、ここで1つですね、あのー、曲をね、1曲今日私リクエストさせあのリクエストお願いしたんですけれども、はいええー、青木戦士、シー・セーバー、ね、中山翔子さんの歌なんですけれどもえ、この曲を選んでいただいた理由をちょっとお聞きしたいんですけれども。はい。えっと、まあ。 えっと、私たちの活動の中にですね、そのイベントというか、えー、活動の中でビーチクリーンを毎月やってるんですよ。うん、神奈川でも、えー、福岡でもやったりしてるんですけど、で、その、このシー・セーバーっていうキャラクターがですね、あのー、そのビーチクリーンをすごく、まあ、世界に向けてやってる、海桜さんっていう NPO 法人さんのキャラクターなんですけれども、はいあのー、その辺もあって、ちょっとビーチクリーンとかけてね。 じゃ、そのこの曲がいいなと思ったのと、あと中山翔吾さんがめちゃくちゃ。私たちの教会を応援してくれているので。はい、はい、あの、ぜひラジオで翔吾さんの。イケボをちょっと皆さんに聞いていただきたいなと。はい、もうめっちゃかっこいいです。ね。<laughs> ねはい。<laughs> そんな感じです。はい、ありがとうございます。ではね、えー、ここで一曲お届けしましょう、えー。リクエストいただいた曲です。青木選手、シーセイバー、中山翔吾さんです。 ビュートになっっっちゃってててすすまませんえっと今曲流れてます皆さんに聞こえないんですがえっとはい、YouTube この画面音声がアップされるんですねだから曲の間もこの、はい、皆さんの会話聞こ,聞こえるというか<あ>い YouTube にアップできないので楽曲はああなるほどこ、ね、の前のやっぱちょっとグレーなんで、はい、この これはアップしますんで。はい。ありがとうございます、えっとま。沖縄では流れるってことですよね。今13分で。あ、なおさんあれしてますよね。タイムキ今プ。今<あ>15分ぐらいですね。あ、そうです、そうです。はいはい。うん、じゃあなです、ね。曲かけて18分ぐらいで残り 8分ぐらいで、ま、最後の曲はどっちでもいいので、ちょっともうちょっとお話聞くっていう感じで、はい。はいえ行きたいたと思いますえなんか、ユ、あのー、うスケさんたちの、はいうん、活動をですね、えっとどこへ、どこで応援できますか そうですね。ホームページをまず見ていただくのがいいのかなと思うんですよね。で,ねで、ご興味ある方は、やっぱ LINE 公式に登録していただけると嬉しいなと思います。はい、LINE 公式ありますね。うん、はい。じゃあ、この曲終わったら、その連絡先はい、はいうん。教えていただいて、はい、検索ワードかなか教えていただいて。わかりました。 はい、イルカの、この前、ちゃんと見てなかったわ。表しか見てなかったけど、裏はイルカになっててね、いいわってなってるんですね。あ、名刺ですね。名刺うん。はい。<laughs> そうです、そうです。うん。え、う、え、ん。あとなんか、せっかくだから、ね、あのこう、有名なスポーツ選手にね、T シャツ着ていただきたいとか、趣味ちょっと言っちゃったでしょ。 はい。はい。もうそういう活動を応援したいっていう、うんえー、スポーツやられてる方、音楽やられてる方、い俳優さん、<laughs> もうどんな方でもいいです。やっぱ一緒にね、広げていけたらいいなって思ってますので。はい。上陸したいんでね。はい。アメリカもですね、実は、えっ、ー、と、先日の大阪のイベントで、一人メンバーが4月からアメリカに行くので、 はい、シカゴでちょっと仲間を探してくるって言って飛び立ちます。<laughs> そうですね。はい、ねなんかみんながこの T シャツしてくれるといいですよね。そうですね。すね本当に。はい、すごいいい活動してますね。<laughs> ありがとうございます。怪しい声なんですけど、意外と。すごい。おもいの。ねえ、なんか。うん 何も言わなかったら、えー、何やってる人ですかって思われるかもしれないね。<laughs> はい。本当に。うん。ごめんね。話も。はい。じゃあ、うん、そろそろですかね。そうですね。あと20秒。はい。そろそろです。<laughs> じゃあ、あ、僕が合図しましたね。 はい、いどううぞありがとうございますさてさて、ね、今皆さんねこのお二人ね,の活動ねすごくいろんな活動をしているっていうことなんですけどどうやったらその活動の詳しいことを聞けます あそうですね、えっとまあ。ホームページをご覧いただいてもいいんですけども、ぜひ応援したいって面白そうだなって方は、LINE 公式アカウントに登録していただくといろんな情報が見れるようになってます。で、えっと、一般社団法人インクルーシブワールド協会で検索していただければ、LINE でも検索していただければ出てきますので、ぜひぜひご登録いただけたらいいかなと思います、はい、ありがとうございます。 一般社団法人インクルーシブワールド協会これでね検索していただくとライン公式サイトがありますからそちらで、えーちね、いろいろと、ね、ご紹介ご覧いただくことができると思います。そして ねあのー、この沖縄の地でもね、またなんかいろいろと広げていきたいとか、それから人脈も広げたいなんていうね、野望もお持ちだということなんですけど、ぜひどんな方にこの T シャツ着ていただきたいですそうですね、もう本当になんだろうな、このやっぱ活動に共感していただける方っていうことですかね、その単純に障害がある方をサポートするとかって、そういう活動ではないので、非常に分かりづらいかなと思うんですけども。 私たちが作ろうとしているインクルーシブな世界っていうのが広がったときには、あの、障害がある人もない人も、本当にみんな優しくて温かい世界が広がると思ってますので、ぜひぜひ、お、いいねってちょっとでも思ったら、はい、一緒にこの T シャツを着て広げていただけたら嬉しいかなと。で、もう一つ、あのー、T シャツと同じようにそのアイコン的なものとして、実は記念日を作ったんですよ。 7月1日いいわの日っていう、いいがひらがなで、和が英語で、いいわを広げようっていう意味でですね、そのインクルーシブを広げるっていう日で、いいわの日っていうのを作ったので、そちらもぜひぜひご認識いただけたら嬉しいなと思います。これは、えー、118じゃない7月1日というのも意味があるんですかはい、7月1日は、まあ、その教会を発足するきっかけになった、えーまあ、このね、マキコの。 まあ家族である琴美、えー、さんと時矢んがきっかけだったんですけどその琴美さんですねお母さんの琴美のさんの誕生日が7月1日っていうのがあってその琴美さん自身もトゥレット症でちょっとね苦しんできているっていうことがあるのでまあ彼女のね誕生日以外ないでしょうということで、はい、7月1日に決定しました。はい 素敵ですね。なんかあの本当に、あの、わけ隔てなく、みんなで楽しくできる、えー、そういう公園、まあ、だけじゃなくね、いろんなそういう仕組み作りとか、えー、取り組みっていうのを、みんなで一緒に楽しくやっていくっていうね、まあそういうところは本当に素敵な、なんか、一見見ると怪しいお二人ですけれども、とても素敵な活動をしているというね、ユ、えースケさんとマキコさんでした。ありがとうございます。<laughs> 皆様で こちらで検索してみて、えー、LINE 登録の方 公式サイトの方に、ね、ご登録をお願いいたしますさあまだまだお話聞きたいところなんですけれども、そろそろお別れの時刻となってまいりました。えー、今日のね、この放送は YouTube でもネット配信しておりますので、f m g i n 1で検索して、ぜひ YouTube チャンネルのご登録をお願いいたします。そして、えー、今日のご感想などですね、ぜひメールの方で、この f m g i n 1の方にもお寄せいただけたらなと思います。えー、メールアドレスは7 9 7 f m g i n 1 c o m メールアドレス 797-fmgno1.com、えー、こんなところでね、皆さん、えー、一緒に何かねあの、自分もこんな活動してますなんてねもうあの、生放送だったらね、またこれツイキャスでね、いろんな。 声が直接来てきたと思いますので、また別の機会にですね、今こんな活動してますなんていう、ね、また中間報告みたいな形で、またこの番組、遊びに来ていただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、えー、まきちゃんゆ、ゆうすけさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。 さあそろそろねお別れの時刻となってまいりました。あここでね一曲聴きながらのお別れとなってなってまいります、えー。お相手はラジオパーソナリティなおさんでした。えー、ではまた来週、えー、土曜日の14時半にお会いいたしましょう。では皆さんでさよならバイバイ。 はい、お疲れ様で、はい、えっとね、ちょっと今なぜか聞こえないっすね。えっと、どうしよう。終わりますかそちらの声が僕に聞こえないんですよ、今。うん、なんでか知らないけど。 なので、ちょっとあ YouTube の録 you 音録画を止めたいと思うので一回なんかバイバイしますはいじゃあ <laughs> はいじゃあ止めまーすお